新年明けましておめでとうございます。木津川市インターネット放送局キャスターの森本です。新人アナウンサーの森脇です。今回は木津川市インターネット放送局ニュース木津川の新年の特別企画として、木津川市の2014年の記録をお伝えします。2014年の木津川市は全国から大きな注目を浴びた年でしたね。そうですね。春には京都国立博物館特別展覧会の南山城の古寺巡礼が行われ、市内の国宝や重要文化財など先人が大切に守ってきた地元の宝物を皆さんに見ていただくことができました。そういえば森脇さんのインターネット放送局デビューもこの時だったんですよね。そうなんですよ。とっても緊張しましたが、森本先輩の現地レポートを見て私も放送局の企画がしたいと思いました。森脇さんは博物館に行きましたか？行きました。私が特に印象に残っているのは怪獣戦士の四天王竜像です。実際に怪獣戦士で見たことがあったのですが、博物館では綺麗にライトアップされていて、お寺で見るのとはまた違った印象を受けました。展覧会は終わりましたが、展示された仏教美術品は市内のお寺などで見ることができるので、皆さんもご覧いただきたいものです。そうですよね。さて続きまして、夏には夜空を彩る花火が綺麗な夏祭りがありましたね。今年は夏祭りのイベントとしてこのインターネット放送局も参加させていただきました。そうでしたね。恋するフォーチュンクッキー木津川市バージョンの撮影会をこの夏祭りでしたんですよね。突然の呼びかけにもかかわらず多くの方にご参加いただき、本当に涙が出そうなくらい感動しました。今回私は裏でカメラを回していたんですが、皆さんがとても楽しそうに踊っていらっしゃったので、私も自然とリズムをとっていました。恋するフォーチュンクッキー木津川市バージョンは1100人もの方に参加いただいたおかげでとてもいいものになりましたね。再生回数も1万回を超えましたので、全国に木津川市を PR する効果があったと思います。森本先輩、多くの人がする取り組みといえば、同じ頃この市役所内で行財政改革に関する研修がありましたよね。そうなんですよ。木津川市は合併したので合併算定替えという地方交付税の増額特例措置を受けています。その約14億円相当の額が平成28年度から段階的に終了していくんです。市民1人当たり年間約1万9000円の減額になるため、市民サービスに影響があるということになるんです。そのため市役所職員がみんなで行財政改革意識を高めようと研修を行いました。私も研修に参加したのですが、研修では普段一緒に仕事をしない人や管理職の職員さんと同じテーブルで議論したり、他の方の発表提案を聞くことですごくいい経験になりました。森脇さんも同じ職員として頑張っていきましょうね。さて9月1日の防災の日を前に、木津川市中央体育館において京都府総合防災訓練と地域発災型訓練が行われました。訓練では実際に警察や消防、自衛隊などにより倒壊ビルや土砂災害からの救出救助訓練があり、参加者の皆さんの熱気が伝わってきましたね。そうですね。あと私は体育館の中も取材に行ったのですが、体育館の中では外国の方にも対応した多言語支援センターや福祉避難所の開設など、地域と各防災関係機関が一体となって総合訓練をしていました。こうしていろいろな方が防災訓練に参加して災害への対策を行い、少しでも災害の被害が少なくなればいいですね。そうですね。9月には高齢者の敬老会が行われました。100歳の方々には市長が直接ご自宅を訪問させていただき、長寿のお祝いをいたしました。本当に2014年の木津川市は大きな注目を浴びた年でしたね。でも森本先輩、肝心なことを忘れていませんか？私が木津川市を知るきっかけにもなった木津川アートが11月に開催されましたよね。そうでしたよね。木津川アート、前回の遠野地区での開催から2年ぶりに、今回は佐賀中地区や総楽ニュータウンが会場となり、2週間限りで木津川アートが行われましたね。
その2週間は街がアート色に染まりにぎわっていましたね。最終日の夜に行われたクロージングパーティーでは、木津川アート市民賞の橋地美鈴さん、木津川市長賞の志村陽子さんと松尾健さん、最後に木津川アート賞の宮永さんの4名の受賞者が発表されました。森脇さんは木津川アートのどこが良かったですか？私も西宮神社の志村陽子さんと松尾健さんのコラボレーションがすごく良かったです。神社という場所に志村さんの作品と松尾さんの音響効果が合わさって一つの作品が完成されたのには感動しました。でもどの作品も楽しくて、プライベートで会場入りして全作品を見て回ったんですよ。森本さんはどうですか？私もいろいろ見て回って面白いものをいっぱい見つけたんですけれども、今回は何よりも昔の写真を探そうプロジェクトで木津高校と南陽高校の吹奏楽部が合同演奏したのが魅力的でした。本番前に木津高校と南陽高校に取材をさせていただきました。練習とか合奏の風景とかも、うん、そのテキパキした感じで、うん、木津高にはないキビキビさがあって、うん、すごい、はい、切り替えがすごいできてて、すごい勉強になりました。今回普通にいつもしてる曲っていうのはやっぱり作曲者さんとそういう触れ合うっていうことは、ま、めったにないことなので、すごいなんか貴重やなって思います。本番気持ちよく演奏してほしいなと。で、気持ちよく演奏できればきっと達成感もあるでしょうし、聴いていただいたお客様にも何か残るものがあるんじゃないかなと思っていますので、精一杯演奏してほしいなと思います。当日は作曲者の桜井亜美さんもピアノで加わり、佐賀中小学校に響き渡る100年の開校という曲を聴きながら写真のスライドショーを見ているとすごく感動しました。体中に響き渡る音楽に感動した記憶は今もよく覚えていますね。あんまり話すと森本先輩が大泣きしちゃいそうなので、今回はこの辺でお別れしたいと思います。皆さん、特別企画ニュース木津川2014年の記録いかがでしたか？2015年も木津川市インターネット放送局では、皆様に愛される放送局となりますようスタッフ一同誠心誠意努めてまいりますので、引き続き変わらぬお力添えを賜りますようよろしくお願いいたします。以上、インターネット放送局から森本と森脇がお伝えしました。